いつらを叩け。来い。かり。おお。行くぜ！
ぜ。こいつらを叩くぜ。来たぜ。ほほ。横から崩せ。素晴らしい。こういうのがないね。まだまだだ。よくここまで来れたな。父さん、イリーナが。ああ、分かっている。あなたはアスラム校？それは？イリーナをさらった奴らが欲しがっているものだ。この石板はレムナントをいわば眠らせることができる。マリーナが発見した。そうだ、母さんは？連中の気を引くためおとりになってくれた。おとり？心配するな。まずはこれを餌にイリーナを取り戻そう。そうすれば母さんも戻ってこれる。大丈夫だ、ラッシュ。よく頑張ってくれたな。ああ、父さん。話は後で。大使館へ戻るぞ。大丈夫だよ、父さん。俺たちがついてるからさ。ああ、そうだな。ありがとう。
父さん。父さん。危ない。それに触るな。そう簡単には行かせませんぞ、ジョン・サイクス。父さんに何をした。石板をよこせば命だけは助けてやる。自分で取りに来い。命に別状はありません。しかし意識が戻る気配はなく、まるで仮死状態です。あの魔導士のせいだな。ワグラム自身に術を解かせる以外、博士の意識を回復させる方法はないか。ワグラムか。母さんの居場所が分かれば。そういえばジョン博士がおかしなことを言っておられましたな。マリーナ博士はおとりになったとか。おとり？どういうことだ。さて、マリーナ博士の居場所については心当たりがあります。本当か？なぜ今まで黙っていた？お願いがございます。私とラッシュ二人だけでその場所へ向かわせていただきたいのです。二人だけで？ははい。私にも言えない理由が。いいだろう。ダビッド様、今まであなたはアスラムのために尽くしてくれた。俺はあなたを信じている。ダビッド様。ラッシュ、エマを頼む。意外と無茶をする人なんだ。ああ。我々はアスラムへ戻ろう。ここに残るのは危険だ。イエス、マイロード。ラッシュ、ジョン博士のことは任せてくれ。ありがとう。頼む。必ずアスラムに戻ってこい。Thank you.
久しぶりだな。来たことあるんだ。古いしきたりだが、ハニウェルの家名を継ぐ者は成人の儀式としてレムナントを探す旅に出なくてはならない。へえ。アスラムに強力なレムナントを。それが戦死した私の父の悲願だった。旅の途中、アカデミーがここに調査隊を派遣していると聞き、私も来たのだ。レムナントがあると思ってな。そして彼女に出会った。それが母さん。すまん、つまらん話だったろ。ここを抜けよう。お前の母がいるはずだ。
叩くぜ。どうだ。大丈夫か。
つらを叩くぜ。オーケー。やるね。
マジ？行くぜ！先手を取る！こいつらを叩くぜ！いや！大丈夫か？私を半殺しにした奴らさ。本当かよ。今度は負ける。Yeah.
だまだだ。助けられなかった。え？あの時と同じだな。あの時もお前は不思議な力で石像どもを止め、瀕死の私を助けた。風に当たってくる。お父さんは？意識が戻らないんだ。ダビッドはワグラムに術を解かせないとダメだって。母さん、イリーナにも俺にもレムラントと反応する力がある。この事件は多分そのことと関係があるんだろう。教えてくれ。俺たちは一体母さんのあの力は。私は孤児だったの。当時のアカデミーの所長が私を拾って育ててくれた。私はその恩に報いたくてアカデミーに入り研究に没頭したわ。でもその結果、恐ろしい事実が判明してしまった。誰もが不可能だと思っていたレムナント・エリシオンとの契約を果たし、真相皇帝に見初められたマリオン・マーシャル。彼女が持っていた強大な力、レムナントの契約を無効化し全てを上書きしてしまう力、私のこの体には彼女と同じ力が眠っている。そう、私はマーシャルの血を受け継ぐものだった。イリーナを産むまで気づかなかった。知っていたら私は、私のせいであの子まで恐ろしい力を受け継いでしまった。母さん、父さんと出会ってイリーナが生まれて俺たち4人家族になって、それで母さんは幸せだった。あなたたちと一緒に過ごした時間はとても幸せだったわ。どれほどの希望を与えられたことか。だったら話は簡単だ。俺たちの幸せを取り戻そう。奴らの狙いはマーシャルの力だろ。ならイリーナに手荒いことをするわけがない。助けるチャンスはある。ラッシュ、ありがとう。私も覚悟が決まりました。これをこの里の石板で作ったものよ。イリーナを見つけたら私の代わりにこれを渡してほしいの。母さん、何をする気なんだ。今はイリーナを守ることだけを考えて。ラッシュ、これは私のお願い。母さん。今さら別行動など、マリーナはどういうつもりだ。本当ならば我らと共にアスラムへ向かい、ダビッド様に真実を話すのが筋ではないのか。すまない。でも
母さんのことは悪く言わないでくれ。母さんには母さんの考えがあるんだ。わかった。ダビッド様にはお前から説明するがいい。何かあったようだな。はい、共和会議が覇王へのレムナント譲与を渋ったため、各地の諸侯が浮き足立っています。しびれを切らした覇王が領地に攻め込み、レムナントを奪ってしまうのではないかと。レムナントアークとたやすく契約するようなやつだ。レムナントを抱える諸侯にとっては脅威だろう。それで奴の動きは？兵を集結させているようですな。戦になるか。ダビッドは？エルマイエン公の使者と会見中です。エルマイエン公だと？我々に協力してほしいそうだ。トルガル。は、共和会議は今二つに分かれている。覇王を討つべきだと主張する者たちと、新皇帝を気にして覇王と講和すべきと主張する者たちにな。この状況を長引かせたくないエルマイエン公は我々に協力を要請してきたんだ。ナーガプールで私と直接話したいらしい。どうなさるおつもりですか？せっかくだ、この状況を利用する。ダビッド様。エルマイエン公と交渉し、アスラム独立の手助けをさせようと思う。セラパレスの属領から脱する時が来たのだ。アカデミーの一件があるとはいえ、その交渉は難しいのではありませんか？だがいつかはやらねばならないことだ。今はゲイボルグを動かすにもクーバイン公の許可がいる。アスラムをこの手で守るという当たり前のことが難しい。私は当たり前のことをしたい。アスラムをこの手で守るのだ。エマ、よく帰ってきてくれた。これからもずっとアスラムのために尽くしてくれ。この命ある限り。ナーガプールへと出発する。直ちに準備をせよ。イエスマイロード。戦になるのか？まだわからないが、おそらく。そうか。戦になれば多数のレムナントがぶつかり合う。後に残るのは荒れた大地と数万の死体と契約者を失ったブランクレムナントだけだ。まったく嫌な時代になりそうだ。すまなかった。今はお前の話だったな。マリーナ博士とは会えたのか？ああ。どうした？ダビッド、頼みがあるんだ。俺はアスラムのために戦う。だからイリーナや母さんを戦には巻き込まないでほしい。約束しよう。ありがとう、ダビッド。
話はそれだけか。ああ、お前も早く準備しろ。